実は、昨年、名取の皆さん子どもたち60人ぐらいが石川県の方に4日間ホームステイってことで4泊5日でホームステイで実はお子さんたちはお預かりしてたんですね。でそのお子さんたちに、もう一回会いに来ようっていうこととそれと僕らが何かできることないかっていうのでいろいろホームページとかで見てたら絵本とかやっぱり学校によってはないところも少ないっていうところもあったので石川県内で本を集めまして、7000冊集めて、それを昨日今日で来たお子さんにも1冊2冊プレゼントしてますし、で学校の方にも昨日5つの学校小中学校合わせ7つに配ってきました。僕たちは本当にみんなで力を合わせて1年と言わず3年5年とこういった形で何か支援できることがあればどんどんやっていこうと思うので皆さんには元気になっていただくのが一番なのでまた石川県だけじゃなくて地方にも美味しいお魚もあるんで、ぜひ皆さんで来ていただけるようにぜひね交流して、こちらにもいいように、またお子さんたちも預かりたいと思います。はい、頑張っていただければと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとう。今日後ろどんどんバニマネ職人やな。だった？楽しかった？よかったね。みんな石川県行ったことあるの？はい、あるある。どうだった？楽しかった。楽しかった。うまそうです。はい。美味しい？うん、よかったね。そちらの方にもどうぞお回りください。